やっぱりランタンの明るさってのはいいんだよね。おっぱいは世界を救う。はい、今日はあの千葉某所、キャンプに来てデイキャンに来ております。今日はあのうちのあの知り合いのあのパコマルが来ております。パコマル。パコマルですよ。今日はパコマルが来てます。パコマル君。パコマルです。あ、カメラあそこパコマル。パコマル君、あの一応あのパイパンなんで。パイパンじゃない。まあ、今日は彼はあの日帰りなんで、俺も日帰りなんですけど、あの彼はバイクで来たんで、ちょっとバイクの方をちょっと映したいと思うんだけど、いいバイク映し、ナンバー映すんだけど、じゃあバイクの方映したいと思います。待って、彼のバイクこれですね。はい、撮影しよう、撮影しよう。バイクですね。凹凸すぎて愛なんだけど、彼はバイクで来たんですけど、これがあの何ですか、川崎の何ですか。忍者ですね。忍者ですね。忍者でバンバン。忍者でバンバンじゃん。ちょっとまた上がらせてもらっていいですか。足、ちょっと、今足ってことないですか。こんな感じです。これがインスタ映えです。こんな感じですね。もうそろそろ日が落ちて、まあ、日が落ちてから、テントでちょっと一休みしてから帰りたいと思います。で、今日はタープ、スノーピーク製使ってます。スノーピークのレクター、あと、こちら、テント、通称パパージャテントですね。使ってます。で、マークの DD タップだっけ、うん、DD タップ今回使ってます。で、広さ的にはもう完全にもう開けた感じですね。こんな感じで来ております。じゃあパコマル君最後勝負。なんでペコマルです。どうぞ。どうぞ。ランタン今プレヒート中で、アルコール今ジェネレーターを温めております。これポンピング済みで、燃料ケロ、灯油が入っております。ではこれから、あれ同じの来ましたね。これあマー君の方のあの同じやつが来たんで、これ一応ね確実に温めないとね炎上しますから、ちゃんと温めてからバルブを開けましょう。じゃあそろそろいいかな。いいと思う。これね、今日ね、炎上しないと思う。多分行くよ。じゃあ行きます。普通についちゃったんだね。今日は面白くないね、炎上してない。はい、じゃあこっちも炎上します。炎上してない。逆じゃね、回してんの。なんで圧が足んなくね。あっちダメ？なんでつかない？はい、なんでこれ開いてるよね。はい、全然圧足んないよ。寝てるし。あれ？俺なんだこれ。いや、これアルコールで。結局俺がやってどうすんの？また点火できないの？これ何コキしてるの？これはエアコキ。よし。上げてる。お、ついた。うまくいったじゃん。うん、あ、マントル破れてるよ。はい、オッケーです。完成です。完成です。かなりいい感じ。2つ一緒なんで、あ、逆だ。カメラ逆だ。こんな感じですね。もうちょっと圧かけておく。
では夜の部楽しみたいと思います。やっぱりランタンの明るさってのはいいんだよね。夕方やっと涼しくなってきた。あそこにあの黒いスーツの可愛い女性がいるんだけど、ああやべやべ、ああ著作権があるんでやめてみます。今回はね、このうなぎの、これうなぎ土壌すくいのこの竹ざるじゃなくて、なんだっけこれね、荷物入れるんでちょうどいいんですよ。で私のこの変身セットとか入ってますけど、ね、これ結構ね腰にぶら下げておくといい荷物入れになりますね。かなりいいと思います。まあ無費もあるんですけどね。で今回マー君にもらったこのナタ、これが使い勝手最高だったんですね。まあ開けてみますけど、このナタ、いやー最高ですねこれは。あ、じゃあパコマル映ってたから、ね、パコマルです。パコマルさん、パコマルです。ああ、このマー君にもらったナタかなりいいです。手のひらサイズで、今マントルの付け直しの時にちょっと切った時に使ったり、まあイノシシここ出るらしいんですけど、イノシシ出たらこれでさばいたりできますね。なかなかこのナタ結構お気に入りでさっきから抜いたり刺したりずっとやってますんで。でパコマルずっと映ってるよお前の、なんで、まあこれ次回なんかの枝かなんかやる時に使いたいと思います。パコマル今モザイク入れてる。パコマルです。残念、今入ってない。残念だな。無理で入ってくるからね。そこじゃないんだカメラな。はい、はい、千葉県からお送りしますキャンプ。いい夕日になってます。あ、冷えちゃったよ。もう夕日終わっちゃいましたね。まあさっき、まだまだなんとか。さっき、まあ、撮ったんですけど、かなりいい感じでしたね。まあ今日はキャンプは8ボール紹介で来てます。こんな感じですよ。暑い。エイトボール紹介さん、私使うのを待ってますから、ね。聞いてますか？いじり岡田さん。おい、誰か突っ込め。まあそんな感じで、まあ今日はさらにパコマルの後にパコマルなんで純ちゃんまで来たんだよ。純ちゃんも今4人になってます。まあこんな感じで、まあ今からそうめんでも茹でようかなと思うんで、暗くなる前に電気もつけた。まあいい感じになってます。全部今日はそうめんにしてます。そうめんとあっちはね、UFO、 そしてなかなか開かない。おお、これが小籠包ですね。毎回小籠包マー君のやつ見てるんだけど、水は多すぎじゃないこれ。多いな、多い。グツグツしてる。最初やったな。だから水です。俺は、まあいいや。小籠包初めて見ました。はい、じゃあ、実食に移りたいと思います。はい、先生、お願いします。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 実食。いやー、うまそうっすね。おい、それ熱いからな。一気に食べるなよ。食べるなよ。絶対食べるなよ。ドロッとしていったもん。いやいや、うまそうだな、これ。危ない危ない。それが危ない。サイヨルール。ああ、それはいい、いい、いい。あ、これもいいな。どう？おいしい？おいしい。なんか中途半端な反応。おいしい？おいしい？もっと食べてね。おいしい？おいしい？おいしい。ちょ、ああ、ダメだ。分かってないな。分かってない。下がドロッといったもん。やべやべ、これ全然。これ水捨てた方がいいんじゃねえの、それお前。え、もう、熱っ。待って。パーコマラちゃん、いやだよ。うわぁ叫んでらっしゃる。あ、もだえてる。男のもだえいらないんだ。味は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 。コメント、コメント。コメントお願いします。コメント。パパ熱いじゃん。味はバカマル、おいしいな、おいしいな、バカマル、おいしいな。味は味は
パコパさん、ありがとうございます。ペコマです。キュウリだ。やっぱキュウリは最高だね。しかも紙コップだしな。このキュウリキンキンに冷えてる。この間買った神話のクーラーボックス、結構氷溶けちゃってます。まあ値段値段だけど、まあ持つことは持つと思ってる。うまいな。マイルですよ、そこで。恥ずかしかった。これ眉優。おい、だからオーバーオール買ってから眉優入れようと思ったら、なんで言わせんだお前。ワークマンのオーバーオールなんだけど、売ってないんですよ。誰か見かけたら、私プレゼントください、ね。眉優やりたいんだよ。惜しいんじゃねえかよ。これはあれですか、野菜炒めですか。野菜がないけど、まさかこれ焼きそばなんじゃないだろうね、お前。焼きそばだとあれだよ、またあれになっちゃうよ、お前。今日降っちゃうからね。焼きそば完成です。さすがだよね、焼きそばの紙を作るもんが違うんだよね。普通の焼きそばじゃ。いや、丸ちゃんすげえゴミだらけなんですよ今日も。安心の丸ちゃん、氷が降ったという丸ちゃんです。これなんだっけね、丸ちゃんの焼きそばの人 CM 待ってますんで、待ってます。焼きそばです。これから豪雨になります。しかも丸ちゃんですから。皆さん、これは乞うご期待。ライブリーバック。